本日ですね、紹介するのは、こちら HSMP モデル、ヤマハのですね、パワードモニタースピーカーですね。HS シリーズというのは、2005年からスタートしてですね、今は第2世代にまで来ている、約15年ですかね、販売しているロングセラーのモデルになります。で、そもそもこのヤマハのモニタースピーカーというのはですね、結構歴史が長くて、1977年から、スタートしてですね、初めが NS の 10M というパッシブのモニタースピーカーからスタートしました。で、このヤマハのモニタースピーカーですね、その発売当初から、一貫して、こだわりを持っておりまして、そのこだわりというのが、原音に忠実であること、これにずっとこだわって、多くのシリーズを出してきたということになります。で、その理念というのがこの HS シリーズにも引き継がれていますので、 HS シリーズの音の特徴としては、色付けがない、素直なフラットな音というふうに考えていただければというところですね。で、今回ですね、ご紹介しているこの HSMP モデルというのはですね、通常の HS シリーズと何が違うのかと言いますと、まずですね、大きなところとしては、数量限定のモデルになります。ですので、決まった数販売が終わってしまうと、それで完了というものになります。で、2つ目がですね、もともと HS シリーズというのは、1本ずつ販売している商品になります。お店様によってはペア組まれているお店様もあるかもしれないですけれども、もともとの商品としては1本ずつ売っている商品なんですが、こちらの HS の MP モデルというのは初めからペアのパッケージとして販売しています。で、そのペアパッケージというのが、そうですね、そのままただペアにしただけではなくて、生産のロットというのを合わせています。ですので、このペアで同じ CR ナンバーがついています。これ一つ特徴ですね。で、その生産していく中で、工場のその検査基準というのがあるんですけれども、その厳しい検査基準というのをペアで通しております。で、その部分っていうのが、ボリュームパーツ、電子部品の部分ですね、こちらを、検査基準に通して、ペアにしているという商品になります。で、モデルとしましては、3モデル、 HS の 8MP、 HS の 7MP、 HS の 5MP という3モデルになりますね。で、これらですね、3モデル、限定の商品、まあ、特別なスピーカーですねがですね、皆様の、ミックスとかマスタリング環境で、活躍することを祈っております。